皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は富士宮市の清陵高校の学科コース別の説明会のお知らせをします。説明会の日程、普通科は10月5日の土曜日、英数コースは10月12日の土曜日、そして総合コースが10月26日の土曜日、このようになっています。午前と午後の部に分かれていて、午前の部が10時から、午後の部は13時30分からです。そして入試対策授業も行います。対象は中学3年生、日程は10月20日の日曜日、9時から12時までです。科目は3科目で、国語は入試対策現代文、数学が関数対策、英語は英文法と英作文対策、このようになっています。どちらも申し込みが必要で、ホームページから申し込みをしてください。なお、これに対する問い合わせは清陵高校の入試広報課の方にお願いします。今回は清陵高校の学科コース別説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。